どうもお疲れ様です。即価塾の久保です。今回はね、図を書いて説明していきます。ズバリ、信頼残高の構築です。信頼残高っていうのは、商売をするときに、いきなり最初のアプローチで、信頼関係何もない初対面の人に売るのは難しいわけじゃないですか。まあですんで、信頼という残高を貯めて貯めて貯めて、そして、下に書いてますけども、稼ぐポイントに到達したときに、有料の商品を提供するってことになります。 別の言い方をすると無料提供することによって仲良くなって仲良くなった人に対してこれはお金がかかるんだけどもどうでしょうか買っていただけませんかっていうふうにお話しするタイミングのことになりますさすがにね初対面の人にこの商品買ってくださいって言ってもなかなかですけどももうね10回も20回もコミュニケーション取ったりとか付き合いの長い方にお話しすると買っていただけるケースはあると思うんですよ例えば皆さんがね 街を歩いていていいきなり飛び込みでお店ができてるって感じで飛び込むことっていうのもあると思いますけども大抵は何度も何度もそのお店の門構え見たりとかねそれからあ昔からやってるねお客さん並んでるねっていうのを見てだんだん興味が湧いて今度いっぺん行ってみようかっていうふうになると思うんですよ、まあ、それとちょっと似てるんじゃないですか今0から100までのゲージのある棒をお見せしてますこれですよね で、これがね、行動力、行動量のゲージだと思ってください。行動量が0の時、100の時って感じです。で、今回は分かりやすくするために YouTube の行動量の話させてもらいますね。YouTube で何もやってない時ってのは当然ですけども何も売れませんよね。でも行動を100した人って何かしらの商品が売れていく。まあそういうふうに仮説してください。じゃあ、どのあたりまでね、行動すれば一体 商品が売れるんでしょうかってことどの辺りだと思いますそしてどの辺りに想定するのがよろしいでしょうかはいこれはね大体いいこの辺りですねはい数値にして99ですはい99ぐらいは提供するだけ行動するだけ信頼残高を貯めるために使ってくださいね赤で書きますけども 行動を始めますよねずーっと無料動画ですよずーっと無料動画で視聴者さんのお役に立つことを放送していくわけですよ。その信頼さされれててるるかか活用されてるかっていうバロメーターが再生数はたまたま来た人も込みでの再生数なんで実はね次の動画も期待してますよと信頼してますよっていうバロメーターはチャンネル登録の増え方なんですよ。 ですんで、チャンネル登録者数が増えてる最中に、セールスをすると、成功率は高くなります。ただ、増えた瞬間にやっちゃダメですよ。<laughs> チャンネル登録したらいきなりセールスが来たよってなってもいけないんでね。チャンネル登録を、例えば1ヶ月ずっと見ていて、あ、10人、20人、30人と、毎日2、3人のペースで増えてるよねっていうふうになってくるときに、1ヶ月かけて、だいたい、まあ、 2, 人増えていくと50人とか100人の間で月間登録トータル増えると思うんですよその最初の10日間ぐらいで登録した人が月末ぐらいに買ってくれるっていう、まあ、そんな感じですでもう一回この図に戻りますけども無料動画を0から99まで続けていってそして視聴者さんっていうのは増えていくこともあるし逆に減っていくこともあり得ます これね、増えていく中でも、ものすごく信頼してくださる方っていうのは、一定数いるんですよ。逆に、チャンネル登録減っているんだけども、でも、チャンネルを解除しない人っていうのは、この動画にかなりの信頼を持ってるわけですよね。だから、増えていても、減っていても、最後のセールスの方法さえ間違っていなければ、どっちでも売れます。セールスの方法については、また別の機会でお話しますけども、全体のイメージとしてはね、 無料動画をずっと出していって、そしてこのあたりで、実は有料の商品もあるんですけども、っていうふうに、ローンチをかけていくんですよ。まあ,あ、商品の紹介するわけですよね。で、最終的に、今日はセールスですよっていうところが、最後の100日目に来ます。100日目は今日はセールスをしますね、と。最後までご覧になっていて、購入していただけたらありがたいです、という形で、 どちらかというとね、セールスすることを最初から申し上げといた方がいいですね。そうすると、セールスがあるのにもかかわらず、この動画を再生する人がいるということは、内容によっては買う可能性があるってことなんですよ。じゃあ、セールスがありますよっていう前提の動画で見に来る人が10人いたとしたら、10人は買う可能性がマックスであるっていうふうに判断できます。で逆に、今回はセールスですって言っている時に、 ずっと再生数があったのに、今回はゼロでしたってことになると、あ、セールスには皆さん興味がないんだな。要するに逆を言えばね、商品を売るまでに信頼関係高まっていないんだなと、皆さん無料だから付き合ってくれてたんだなって判断することができるわけですよ。そうなると、無料動画の作り方をもう一回考えないといけないよねってことになります。この繰り返しで成り立ってるんですよ。で、動画を作るの無料じゃないですか。そしてどんな動画が 人との信頼関係を構築するかってことはだんだん分かっていくんで無料動画の精度も上がっていくとそして無料動画といえどもあの視聴者さんは貴重な時間を使ってくれてますから見た後でね時間の無駄だったって思わせちゃいけないんですよ情報発信によって視聴者さんにああ得したっていう風に歌詞を作る状態なんですよねそれが信頼残高が溜まっていくっていう状態です信頼残高が例えば100溜まると セールスをするときにその100を恩返しする意味で今度はね残高を下ろしてくれるんですよはい100が降りてきますそれが例えば売り上げ100万だったりするんですよねでお金を払って商品を買った後でその商品が100を払って500ぐらいの価値があれば商品買ったのにさらに信頼が高まるってことになりますでも逆にお金を払って買ったのになんだ 無料動画の方が良かったもしくは無料動画と同じじゃないかっていうふうに思わせているとこれね100を取られたっていうふうにお客様に感じさせることになり二度と商品が売れなくなりますですんで無料提供する商品には本当にねあのギブのありったけを詰め込むことそして有料の商品を買った方には買ってよかったと思わせるために買ってない人との違いを際立たせることまあこれをねえー、念頭において 有料の商品を作っていいいただければなというとうころでございますね、はい、じゃあ大体こんなところで今回はまとめておきましょうかね、えー、どうだったでしょうか図に書いたら分かりやすかったと感じていただければ幸いですけどもね、はいまあ、この動画自体も無料動画ですけどもあなるほどねと有料動画では図で書いて説明してくれるのかこれは分かりやすいよねもしくは有料動画ではあらゆるアプローチの知らせ方をしてくれるんだなと伝え方をしてくれるんだなと だったら無料動画ではサポートが選べないけどもサポートが選べる有料動画の方が絶対に自分には役に立つよねっていう風うな判断っていうのはあるんじゃないかなと思います、はい、じゃあこんなところに進みましょうかねお疲れ様です